というわけでですね、昨日金親さんが、ワクチン2回目を打った後の副反応についてってことでねお話ししてました。いや、なんか画像を通して、まあ会社ねお休みされてたので、分かんなかったんですけど、結構辛そうでしたね。僕は副反応は気のせいだって言い続けて、自分に鞭を打っているところでございまして、なんと今日今、7月の24日、11時半からですね接種を受けてまいりました。2回目です。だね、大丈夫ですよ、副反応なんてないということで、僕は自分を信じ続けて、今日ね夜カブトムシ取りに行くことになってるんで、熱出すわけにはいかないですね。頭痛いのも嫌だなとかって思って、まあでも、それもなんかこう気のせいだということで、なんかこう言い聞かせながら、ね、ビビってんじゃねえ、大丈夫だじゃーと言いながら、すぐそこの薬局があったので、ロキソニン買いました。いざとなったら助けてもらおうかなと思ってます。まあ不安っすよね、なんか2回目って不安でした、なんとなく。はい、まあこの結果がどうなるかまた皆さんにお伝えしていければと思いますが、とりあえず打った後は別に1回目と変わらず特段何もないですね。はい、これからお昼ご飯を食べて午後は仕事頑張りたいと思います。というわけで、続編を待て。バイバーイ。